どうもこんばんは。2019年の1月の19日、夜中の23時3分です。よろしくお願いします。めちゃめちゃイライラするわ、本当に。めちゃくちゃイライラする。今ヒカルくんとさ、一緒にいたんだけどさ、普通に来んじゃねえよ、みやび。マジでムカつくんだけど。なんなのあいつ、本当に。すげえ気分悪かったわ。せっかく楽しく過ごしてたのにさ、ヘラ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 しながら、因縁なんてないじゃんとか言って、試合ちゃんとやればいいんだよとか言って慣れ合ってきてよ。いや関係ねえからっつって、俺あんた殺すために練習してんだわっつって、すげえムカついた。なんなんあれ、本当にやる気ねえだろ。あ、イライラする。花火師さん、監督、イライラ抑えて。あ、花火ありがとう。いや、めちゃめちゃイライラした。なんか俺ヒカルくんと飲んでたのに、面出してくるのもすげえムカついたし、そう、なんかヘラ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 話しかけてきたりするのも腹立ったし、それも腹立ったし、あの酒飲んでてなんか慣れ合ってくるのもイライラしたし、なんなのあれ、本当に。ずっと我慢してたけど、もう帰ってきたわ。マジで。ありがとうね。グレート花火ありがとう。言ってやったよ。6月なっつって。俺がいるの分かってて会いに行くんじゃねえよな。こんばんは。マジでこの場でしばいてやろうかと思ったもん、本当に。あ、イライラする。まあ、腹立つわ。どうしたらいいんだろう、このイライラ。せっかくいろんな配信者さんとオフで楽しんでたのに。やる気ねえんならもう名古屋帰れよって感じだよな。
ただいま。ちょっと待ってて、こんばんは。 Wi-Fi 切り替えるね。ダメかな。寝よ。イライラマックスだわ、ほんと。イライラマックス。ボンさんはドツル。はい、ワドツ。お疲れ、ボン。ボンさんはドさん大丈夫？いや、みやび普通にもう殺意湧くんだけど、ボン。すげえムカつく。大丈夫じゃない。もうほんとぶっ飛ばそうと思った。ヘラ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 してたあいつ。マジで殺意湧くわ。もう肩が凝る。すげえ腹立ったよ。あいつ嫌いだわ俺。ポンさん何かやらかしたん？ポン言いに行くよ。いや俺ヒカルくんと飲んでたの。仕事の件で。ヒカルくんとプライベートで飲んでたのね。まあお酒は飲んでないよ。あのコーヒーだけだけど、みんなは飲んでて。ポンさんムンムン。で、そしたらみやびの野郎が俺がいるの分かってて来て、そう。でヘラ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 話しかけてくるから、いやお前と慣れ合うつもりなんかねえよっつって。そう。で酒向こうは飲んでさ、ベロンベロンに酔っ払っててよ。もうほんとムカついたわ。マジで。絡んでくんじゃねえよな。なくない？いやマジで遊びじゃねえんだからよ、真面目にやれよって思う。本当にそういうのリスナーが一番萎えるんだわ。やる気がねえのとか、売名根性なら捨て頃降りろや。試合ちゃんとやるつもりねえの。嫌だね。マジでぶっ飛ばしそうになったわ本当に。うざがらみっつうか、その絡んでくんじゃねえよっつう。
もそも捨て頃の契約上対戦相手と絡むの禁止じゃなかったっけ。配信外だったら構わないってそういう考え方なのかな。捨て頃は大会まで接触禁止じゃなかったっけ。規約違反なんじゃないの。規約違反うぜえな。マジで試合当日まで関係ないでしょうとか言って。関係あるよ。本さん別件の用事があったのに邪魔しに来るとかうざい。超うざいよ本当に。普通にムカついたわ。悪魔ココアさんがと捨て頃せんの。そうだよ。そうそう、普通に言ってやったよ。6月まで、6月に会うま、6月以外会うつもりないからっつって。俺あんたに要件なんかないしっていう。あんたぶっ殺すためにトレーニングやってんだわっつって。因縁とかないじゃんとか言ってんの。俺ら因縁とかないじゃんとか言って。関係ねえそんな。カサさんリングでお返しする。いや普通にうざかったね。ごめんごめん、普通にうざかったわ。リングでお返しするっつうか俺は絡みたくないんだよ。みやびぶっ飛ばすためだけにトレーニングやってんだからさ。真面目にやってないんじゃないのあいつ。やる気ねえんじゃないの。また負けてもいいやと思ってんでしょ。だからあいつ酒飲んでヘラ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 できるんでしょ。悪魔ココアさん、あの人酒癖悪そうだね。いや普通に嫌なんだけど、何のために毎日毎日走ってんのか。うざいよ。殺意湧いた本当に。配信外とか関係ねえから。うん、疲れた。肩凝った今日は。本さん、みやびにクリアな試合見せてくれって言って悪口とかやめようって言っておいたんだけどな。対戦相手と飲む酒なんかねえわ。そう思わない？試合が決まってるのに対戦相手と仲良く飲みましょうっていう根性がやる気ないと思わない？どう思うみんな。だからずっと1時間2時間ぐらいずっと我慢して座って黙って座ってたけど。カサさんわかる。いやふざけてるじゃん。リスナーに対する不義理じゃん。応援してくれてるリスナーに対して申し訳ないと思わないのかね、あいつは。俺は一言も口聞きないよ。本さん、うんうん、俺応援してくれるリスナーいるから。みやびぶっ飛ばせって言われて俺は分かったよっつってるから。ヘラ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 笑いながら話しかけてきやがってよ。うっせえ、すげえ肩凝ったよ。銀次ポンドサラダでしょ。やる気ねえんだろ。おへの CD さんごめん見れなかったけど。そんなこと、いやいや配信外だもん。俺キャスバーにいたんだよずっと。ヒカルくんと一緒にいたの。仕事の件でちょっとプライベートでヒカルくんと一緒にいたのね。そしたらなんか酔っ払って入ってきてさ。監督が歌舞伎町で飲んでるって分かったのかな。いやなんかヒカルくんに連絡したんでしょ。さらに IRA つく。ヒカルくんに電話かけてきて、いやワドさんいるんで無理っすよっつったら勝手に乗り込んできたんだよ。ヒカルくんとずっと一緒にいたから。
向こうは分かってて俺のところ来たんだよ。森の CD さん説明ありがとう。分かってて来たんだよキャスバーに。豆さんあの人は名古屋人だから関係ねえよ名古屋なんて。2時間もずっと黙って。もうすでに酔ってたの？ずっと酔っ払ってたよ。6月の試合まで関係ないっしょ、俺ら因縁ないから仲良くやろうよとか言って、いや仲良くなんかできねえと、俺お前殺すためにトレーニングしてんだわっつって、そうガンガン話しかけてくるからうるせえよっつって、お前売名させてやんだからてめえしっかり盛り上げろよって、因縁ねえとか関係ねえんだよどかせやろうって言ってやったよ配信外で。でもなんか酒飲んで自慢話始まったからもう無理だわっつって帰ってきた。いやよコメントさん、あのプロフィール読んでください。あのいやよコメントには基本的に僕はコメント返ししないです。プロフィールで僕の放送のルール見て、6月思いっきりぶっ飛ばそう。すげえイライラした。もうずっとアドレナリンで手プル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 震えた。そうだね、光くんに挨拶してごめんねって、もう耐えらんないから帰るわっつって。光くんには悪かったけどちょっともう無理だったから席帰ってきた。カサさん試合終わればノーサイドでもなさそうだね。俺からしたら今試合中みたいなもんだから、うん、もう戦い始まってるからさ、うん、サインした時点でそういうもんだと思ってるし、みんなやる気ないやつなんか、うん、どうでもいいと思ってるし、自分のリスナーに失礼でしょそんな。まずそもそも練習終わってスパーリング終わった後に酒ガンガン飲んでいいの？それカズンさんに対して不義理じゃないの？練習カズンさんに教わってスパーリングやって頭打ってるのにその後酒か。ずいぶん適当な練習だなおい。スパーリングやった日は酒飲まないの普通だけどね。100人議員会さん K1 のマサトは毎日のように六本木で飲んでたぞ。ただ練習は毎日しっかりやってた。
まあいいわ、寝るわ。豆さん才能ある人で、すでに活躍して宝じゃないからかな。まあとにかく俺はムカついたわ。じゃあ明日のトレーニングあるんで僕はもう寝ます。とりあえず笠さん気を張り続けると辛いのはあるかもね。いやまあしょうがないよ、気張るっつうか試合まではこんな感じだよ。じゃあ引き続き練習頑張っていくんで応援よろしくお願いします。おへの CD3 おつ、みんなありがとうね。お疲れ。お疲れ様でした。お疲れ様。また明日も朝走るんで、もしよかったら見に来てください。ひか娘さん、ラブラ、お疲れ様です。ナナシさん、みやびより、ヒカルとの話し合い気になるな。それは言えないよ、配信外のことだから。お疲れ様。